プリアモスのこのポリュドーロス。ポリュメイストールに殺される場面。ポリュドーロスは、ギリシア神話の人物である。ラテン語ではポリュドーロス。長部員を省略して、ポリュドロス、ポリュドルスとも表記される。主に、の他数名が知られている。以下に説明する。このポリュドーロスは、定売の王、カドモスと、ハルモニアの子で、アウトの A、E の セメレー、アガウェー、イリュリオスと兄弟。ニュクテウスの娘ニュクテイスとの間に、ラブダコスを設けた。カドモスがイリュリアに去った後に、テイバイの王となった。このポリウドーロスは、ホメーロスによれば、トロイアの王プリアモスとペーダソスの王アルテウスの娘、ラーオトエイトの子で、リュカーオーンと兄弟。後世の伝承では、プリアモスとヘカベーの子とされる。このポリドーロスは、 ホメーロス以来、プリアモスの最年少の息子とされ、様々な伝承が生まれたが、その多くは、悲劇的な死を遂げたとされる。ホメーロスによると、ポリウドーロスは、ヘカベーの子ではなかったが、プリアモスのお気に入りの息子だった。このためポリウドーロスは、トロイア人で一番の俊足の持ち主だったが、プリアモスによって、トロイア戦争に参加することを止められていた。しかし、 パトロクロスの死後、アキレウスが戦場に復帰して、トロイア軍を殺戮した時に、ポリュドーロスも戦場で戦い、アキレウスの脇を走り去った時に、アキレウスに追われ、背後から槍を投げられて殺された。死の直前、ポリュドーロスは傷口からこぼれた内臓を腹に、戻そうとして、手で掴み、そのまま絶命したという。エウリピデースの悲劇。 ヘカベによると、トロイア戦争が始まった時、ポリュドーロスは幼い子供であり、プリアモスによって莫大な財産と共に、トラーキアのケルソネーソスの王、ポリュメーストールのもとに、送られ、養育された。ポリュドーロスは、トロイア戦争が続いている間は、ポリュメーストールのもとで成長した。しかしトロイアが滅亡すると、ポリュメーストールによって殺されて、財産を奪われ、 遺体は海に捨てられた死後ポリュドーロスは亡霊となって捕虜となった母ヘカベーの夢に現れた。ポリュクセネーが殺された後に海岸でポリュドーロスの遺体が発見され、ポリュドーロスの遺体がヘカベーのところに運ばれると、ヘカベーはアガメムノーンに訴えてポリュメイストールに復讐を果たした。オビディウスやウェルギリウスでも同様の物語であるが、 海岸でポリュドーロスの遺体を発見するのは、ヘカベーとなっている。なお、ウェルギリスでは、トロイアを旅立ったアイネーアースがトラーキアを訪れた際、ポリュドーロスが亡霊となって現れ、トラーキアを去るように忠告している。ヒュギーヌスによると、ポリュメーストールの妻は、プリアモスの娘イリオネーであり、トロイア戦争が始まった時、赤子だったポリュドーロスは、プリアモスによってイリオネーの、 ところに送られた。そこでイリオネーはもしもの時のために、ポリュドーロスを、ポリュメイストールとの間に生まれた子でエイピューロスと入れ替えて育てた。その後、トロイアが滅亡すると、ギリシア軍は、ポリュメイストールに死者を送り、莫大な報酬と引き換えに、ポリュドーロスを殺すことを要求した。そこで、ポリュメイストールは、自分の息子を、ポリュドーロスと思って殺した。 あとに、ポリュドーロスが成長した時、両親について信託に質問すると、両親はすでに死んでいると告げられた。ポリュドーロスがそのことをイーリオネーに問いただすと、イーリオネーはすべてを話し、ポリュドーロスは、イーリオネーの助言に従って、ポリュメーストールを殺したという。クレータのディクティウスによると、ポリュドーロスは、赤子のうちにポリュメーストールのところに送られて、養育された。 しかしトロイア戦争が始まると、ダイアイアースは、ポリュメイストールを攻撃した。するとポリュメイストールはすぐに降伏し、和睦のために、ポリュドーロスを差し出した。ポリュドーロスを得たギリシア軍は、オデュッセウス、ディオメーデース、メネラーオスをトロイアに派遣し、ポリュドーロスと引き換えに、ヘレネーを取り戻す交渉をした。 しかしアイネーアースが敵意をあらわにした発言をしたために交渉は決裂し、ポリュドーロスはトロイア人が城壁から見ることができる場所で石打ちにされて殺された。ありがとうございます。